パリ31日ロイター、パリ五輪は31日、各競技を行い、サッカー女子1次リーグ最終戦では C 組の日本代表、なでしこジャパンがナイジェリアに3、1と勝利を収め、決勝トーナメント進出を決めた。日本は前半22分に植木理子のパスから浜野舞香が先制点をマーク。その10分後にはクロスバーに直撃した味方シュートのこぼれ球を田中みな実が押し込んでリードを広げた。同42分に失点して1点差に詰め寄られたものの、同アディショナルタイム5分に北川光が FK を直接ゴールに叩き込み、再び突き放した。日本は2勝1敗の勝ち点6で同組2位となり、準々決勝で米国と顔を合わせることになった。同組のスペインは3連勝で首位通過し、準々決勝でコロンビアと対戦する。